大島もボールを受ける回数が増えてきています。もうその通りですね。川崎のリズムもっと、さあ裏取ってレアンドロ・ダミアン自ら打つか、折り返した、最後決めたのは脇坂です。脇坂は今シーズン2点目、先制は川崎。この緩急ですね。そうですね、ゆっくり左サイドでボールを動かしながらですね、まあ、上り坂からだと思いますけど、こうプレッシャーちょっといってなかったんですよね。でここレアンドロ・ダミアンがうまく体でブロックしてですね、前向いてスペースに出て、あとはね自分でシュートの選択肢もあったと思いますけど、サポートに来たですね脇坂をしっかり見ながら、もう脇坂はですね、このシミッチも名古屋から加入して1年目、早くもフィットしています。さあ今度はシミッチ、チアゴ・サンタラ自ら来た、チョン・ソンリョンのセーブ。今のシーン難しい角度から狙ってきました。サンタラうまくカルリニョスがですね局面打開して、まあ、チアゴ・サンタラにうまくするパス、川崎としてやっぱりここのゲームはしっかりね勝ち点3積み上げたいですよね、はい、今シーズンは開幕から21試合負けなし、昨シーズンからは26試合負けなし。いや、最後決めたのは大島亮太、今シーズンリーグ戦初出場でゴールを奪ってみせました。ここね後ろから大島が出てきて、最後どうなんですかね、脇坂じゃないんですかね。そうですね、竹内がクリアしたところ、いい形で、まあ、大島につながって、大島もまあ、ディフェンスラインの背後にランニングしたことによって今のボールが来ましたからね。そういう部分ではボール持ってる選手を追い越していく動きで、ゴール前でしっかり抑え、腕でコントロールして落ち着いてキーパー見て流し込みましたね。踏んでですね、まあ、パワーアップを図ってくるところですからね、それに水を差すようなね、はい、ゴールだったと思いますね。さあその大島だ、あーっとうまさがある、左足、大島が取ったというところにも大きな意味があります。いや今のいや鈴木が粘って前線、さあ中山だ、チョン・ソンリョンが出てくる。いやチョン・ソンリョン見事ですね、プレー読んでですね、ですよね、はい、いい判断ですね。ただここの鈴木唯一のターンからボツ、さて清水は片山中に入って逆サイド、中山折り返して鈴木唯一のシュートだ、続けてビッグセーブが出ました。もうその通りですね、非常にチアゴ・サンタラがですね中央で起点作り、左サイドの片山、この片山のクロスが良かった、これに対してうまくね折り返したと思いますよ、はい、鈴木唯人もですねうまくボール流して、